トラセブンセブンセブン。地球防衛会議が六甲山の防衛センターで開かれることになり、我がウルトラ警備隊がその警備に当たることになった。だが会議を妨害するペダン星人の手によって各基地の代表者が次々に殺害され、会議はついに中止と決定した。ウルトラ警備隊は宇宙人を追っていたマービン・ウェップと合流、敵のスパイを突き止めるが逃げられてしまった。ちょうどその頃、防衛センターに巨大なロボットが突然姿を現し襲撃しようとしたが、間一髪我らのウルトラセブンが登場した。しかしセブンのあらゆる武器もこのスーパーロボットには通用しなかった。ウルトラセブン危うし。ロボットは宇宙船でもあったのか。おそらくアーサー号を海底に沈めたのもあの飛行物体だ。素晴らしいメカニズムだ。須田博士、感心してる場合じゃありませんよ。トロシー・アンダーソンはペダン星人のスパイだったんです。なんだって。彼女は本物のトロシーは誘拐されてしまったんです。ペダン星人に関する資料は全部彼女が持ってるんだ。我々は敵のロボット一つ倒すこともできないんだ。もし今挑戦されてきたら手も足も出ない。しかも我々の手の内が全て知られてしまっている。しかし隊長、会議が中止と決まったわけですから、ペダン星人はもう地球には用がないはずよ。そうじゃない。ダン、どこにいたの。天城隊員、敵は地球を徹底的にやっつけるまで攻撃を繰り返すと思う。なぜだ。ペダン星人は人間がいつか自分たちの星を侵略すると信じ込んでいるからだ。それは誤解だ。そんな言い訳は彼らには通用しないよ。よし、こうなったら徹底的に戦うだけだ。まずこの防衛センターの防備を固めよう。みんなは二度とスパイが入り込まぬようあらゆる場所を見張るんだ。はい、はい。須田博士、あ、あなたは敵の攻略を研究してください。あのロボットをいかにして倒すか、まずそれが先決です。うん、できる限りやってみましょう。マービン、君は本物のドロシー・アンダーソンを探し出すんだ。彼女が全ての鍵を握っている。ロボット攻略の研究が土田博士の手によって行われる一方、ペダン星人の攻撃に備えて防備が固められていった。異常はありません。異常ありません。異常ありません。どうございます。ねえ、ちょっとこっちへ。なくちゃ。神戸港は背後に近づく六甲の山々が強い季節風を防ぎ、港の西部には
防波堤の役割を果たす和田岬が突き出す適度の水深を持ち良好として恵まれた条件を備えています。港としての歴史は古く1700年前から中国大陸との通商港として栄え100年も経過。ごめんなさい。さすがはペダン星人だ。我々をまんまと罠に陥れるとは。ウルトラ警備隊に宇宙人がいるとは知らなかったわ。ウルトラセブン、どう？私たちの味方にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。断る。僕は地球の平和を守るために働くんだ。地球が平和なら他の星はどうなってもいいというの？地球人はペダン星を侵略するつもりはないんだ。あのロケットは単なる観測ロケットだったんだ。観測？いかにも立派な名目だわ。でも何のための観測なの？それはいずれ自分たちが利用するためにやっていること。その手には乗らないわ。そうじゃない。我々地球防衛軍の本当の目的は宇宙全体の平和なのだ。そう考えているのはウルトラセブン、あなただけよ。何？人間はずるくて欲張りでとんだ食わせ者だわ。その証拠に防衛センターではペダン星人を攻撃するために密かに武器を作っている。それはお前たちが地球の平和を乱すからだ。それはこっちの言うことよ。他人の家を覗いたり石を投げたりするのはルールに反することだわ。なるほど。地球人も確かに悪かった。こうしよう。僕は今度の事件を平和に解決したい。ウルトラ警備隊はペダン星人と戦うための武器の研究を中止する。その代わりペダン星人も地球から退却してほしい。宇宙人同士の約束ね。そうだ。分かったわ。あなたを信じることにする。私たちの誠意の印として本物の私、つまりドロシー・アンダーソンを返すわ。研究を中止しろだって？そうです。そうすればペダン星人も地球から退却すると証言しています。なあ、お前ペダン星人に会ったのか？あの女が現れて僕に誓ったんです。あの女ってアンダーソンのことか？そうです。けっ、あんなスパイの言うことは信じられるか？本当です。宇宙人同士、いや地球人とペダン星人の約束としてそのことを協議してきたんです。もし本当なら最高にいいわ。私たちが欲しいのは平和なんですもの。その言葉が真実ならな。みんな何を疑ってるんだ。まず相手を信じることです。そうでなければ人間は永遠に平和をつかむことなんかできっこないんだ。あ、アンダーソン、マービン、これは本物のドロシー・アンダーソンです。ペダン星人は約束を守った。ダンの言うことが本当です。アンダーソンさん、あなたは今までどこに？彼女は疲れています。少し休ませてください。行きましょう。そうか、よくやった。この機に乗じて一挙に地球を侵略するのだ。こんな美しい星は初めて見た。必ず手に入れてみせるぞ。では攻撃開始の指令を出します。遥か第八銀河系の彼方からペダン星人の宇宙戦闘機が地球目指して飛び立った。そうか、よし、わかった。研究を中止しよう。飛
しかし本当に大丈夫なんだろうね。はい。ダン、アンダーソンさんは完全に記憶を失っているわ。え？ペダン星人に記憶を消されているのよ。ペダン星人の生徒やらも怪しいもんだね。え？ダン君。宇宙戦闘機の飛来をキャッチした宇宙ステーション V3 では直ちに本体にその異変を連絡した。1 2 1 2 1。はい、桐山。桐山隊長、今 V3 からペダン星人の宇宙船団が地球に向かっていることを知らせてきた。え、何ですって？裏切ったな、ペダン星人め。隊長、この子に例のロボットが。
土田博士、兵器はまだできませんか。ドロシー・アンダーソンの協力がどうしても必要です。記憶はまだ蘇らないんですか。あ、今アンの隊員がショック療法を行っている最中で、我々の武器では到底あのロボットを破壊することはできません。ドロシー・アンダーソンなら何か掴んでいるかもしれない。宇宙からは刻一刻とペダン星人の宇宙戦闘機が地球に接近していた。隊長、ドロシー・アンダーソンが正常に戻りました。え、そうか。アンダーソンさん、待ちましたよ。白衣をください、うん、ペダン星人が使っている特殊な金属はライトン R30 を使用した弾丸で破壊できるはずです。ドクター土田さあ、始めましょう。あ、こうして記憶を取り戻したドロシー・アンダーソンはスーパーロボットを破壊すべく新爆弾の製造に取り掛かった。ドロシー・アンダーソンの手によってライトン R30 爆弾がついに完成し、神戸港に運ばれることになった。キビ、急いで。弾丸の効力ははっきり言ってまだ未知数だ。できる限り至近距離で撃ってください。了解。装填完了。よし、弾丸はこれ一発だけだ。一緒にいたら全ておしまいだぞ。分かってます。行け。
ダメだ。宇宙船団の攻撃は一時休止しよう。こちらは桐山。あ、参謀。ペダン星人のスーパーロボットはついに撃滅しました。ご苦労。なお宇宙ステーションから入電があり、敵の宇宙船団が途中から引っ返したそうだ。多分諸君の活躍に恐れをなしたのだろう。では。今度のペダン星の事件は私たち地球も責任があります。これから観測ロケットを打ち上げるときには十分注意しなければ。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rise the ice like a hero.